ジャガー XF に乗って参りましょう。2008年に、初期型の最上位グレードが、約1000万円にて売られていたお車です。派手な装飾はしていないけれど、上品な佇まいで高級感があります。後ろ姿です。左右にラインを通すようなデザインで、年式の割に古さを感じないですよね。過剰な主張をしない佇まい、私はこういうの大好きですよ。内装の高級感の出し方は、ちょっと次元が違います。木目パネルと光沢を抑えたメッキ調の素材。隠されたエアコン吹き出し口、ヒュンダイの内装って、ここからパクってたのかと思いましたね。エアコンをオンにすると開いてくるけど、なんか運転席側が開かないです。やっぱり壊れてるんじゃないか。ステアリングボタンのボールみたいなやつ、一回動いたらセンターに戻るタイプです。こっちはクルコンの操作系。追従機能はないけど、リミッターモードはあります。ウインカーのスティックはやけにゴテゴテしてて、高級感があります。左がヘッドライトとウインカーです。先端のボタンはインフォディスプレイの表示切り替え。シンプルだけど上品なメーター。ギアシフトは斬新な形状で、この丸いのを回転させて操作します。一段一段明確で、D から S へは押し込まないと入りません。これが楽でいいですね。電動パーキングブレーキですが、ブレーキホールド機能はありません。長押しでエンジンオフ。シフトダイヤルが引っ込みます。これ故障して出てこなくなったらどうするんだ？知らん。トリマ再始動。長押ししないといけません。わかりづらいです。テールゲートは電動じゃなかった。キーはこんな感じね。エンジンについてですが、3種類あります。これはおそらくサイレンカグレードの、新車価格650万円の、3リッター V6 自然吸気です。中間グレードは 4.2 リッターの V8、最上位だとそれにスーパーチャージャーまで搭載するためか、エンジンルームのスペースには意外と余裕があるようですね。配管に布切れ乗ってるけど燃えないか？吸気側だし乗ってて問題はなかったけど、どうなんでしょうね。そろそろ参りましょうか。まず動き出しのエンジン音をお聞きください。ドロドロとした音が響きました。さっき言った通りこのグレードには3リッターの V6 エンジンが搭載されております。6気筒といえば回していくと官能的な音が響くイメージがありますよね。ものは試しだ。して聞いてみると、6気筒エンジンならではの、気持ちのいい音を奏でております。普通に踏んでいくとそうなのですが、停止状態からの発進時や、シフトダウンで高回転域に入った際、どちらかというとアメ車のような、ドロドロとした音の出方をします。ジャガーとしての演出が入っていますね。行き着く不満があって、せっかくいいエンジンを積んでいるのに、音が全然聞こえてこないんですよ。遮音をかなりしっかりやっていることの証明ではあるのですが、息はいい感じですよ。でも低回転息が静かすぎて残念ですね。全体的にこちらのジャガー XF、BMW のようなスポーツセダンというよりは、大人な車として作られているわけです。ガラスが汚れていますね。ウォッシャー液は右スティック先端のボタンかな？合っていたようです。いろいろな車を乗り比べすぎたせいで、なんとなくわかるようになってきました。というかさ、なんかシートの形状が、どう調整しても体に合わない気がします。高さを変えても、座面の傾きを変えても、前後を変えてもハンドルを大きく調整しても、なんか骨盤が曲がった状態でしか座れない感じ。個人差もあるでしょうが、こういうところで体に合わないと感じたのは久しぶりです。とりあえずですね、エンジンから話してまいりましょう。3リッターの V6。そう聞くとトルクフルで、恐怖を感じるほど速いとイメージされますが、どちらかというと遅いですね。エンジンサイズほどの加速の速さはないです。最大出力は243馬力、最大トルクは300ニュートン。車両重量は1750キロ。運動性能を削って、遮音性能や、重厚感ある落ち着いた走りを取りに行っている印象です。この動き出しの一瞬の音、最高ですね。車体サイズは前後に 4970mm、横幅は 1875mm。サイズの割には非常に乗りやすいんですよ。暖気も未完了のまま、上り坂の首都高合流へ。強くは踏みません。トルクでどこまで行けるかな。ちなみに FR で、6速 AT を搭載しています。
あるトルク間で、そもそもあんまり踏まなかったけど、合流も必死にならなくていいですね。全体的な印象として、あえて刺激的な走りの要素は削っている。BMW とは正反対の車作りです。高速道路もスイスイ走っていくっちゃいくんだけど、なんか3リッターもあるくせにあんまり速くないんですよね。エンジン音はしなかったですが、なんというか、この加速感なら 4.2 リッターの V8 が欲しくなるな。サイレンカグレードのパワートレインということで、ジャガー車もエンジンの魅力を値段相応に添いで、上位グレードに誘導するように作ってるのかな。ちょっとそう思っちゃう感じですが、じゃあ遅いかって言われると、エコカー全盛期にこれが遅いはまあ違うよね。あやふやな評価ですが、遅いわけじゃないけど、3リッターもある割には速くない。そういう評価とさせていただきます。この道を120キロくらいで巡航し続けて、リッター12キロくらいの燃費は出ました。それっていいのか？まあサイレンカグレードだし。せっかくの3リッター V6 なのに、この微妙な空気感よ。そういうこった。さてと、次は皆さん気になるであろう、乗らなきゃわからない乗り心地に関する話です。一言でスパッと言うなら、ドイツ車ほどギッチギチではないけど、日本車みたいなだるさもない、両車の間に立つような走行フィールですね。ドイツ車が250キロオーバーでも安定、日本車が上限120キロ程度まで快適とするなら、上は200くらいまでいけるけど快適って感じ。抽象的な話が続いたので具体的なレポートをしましょう。足回りは小さく、それでもしっかりと動きます。全体的にちょっと細かい動きが多すぎる気がしないでもないですが、ある程度動かしはするけど、その先でしっかりと抑え込むことで高速域での安定性も出す。これに乗った3日前くらいに BMW にも乗ったのですが、あっちは抑え込みが早いんですよね。あまりにも設計速度が高すぎて、快適性のために動いてはくれるけど、ゴツンとくるから疲れてしまう。そういう要素が強かったんです。でもこのジャガーは程よく動かしてくれるから、速度を出してもゆったりと乗れますね。中央道や新東名で、160キロ程度しか出さないなら、これくらいの足回りが一番バランスがいいと思います。軽くまとめましょう。高速域での安定性は普通に高い。でもギチギチすぎないのでゆったり乗れる、硬さと緩さのバランスが良い、高速での長距離移動向きな足回りでした。これだけのエンジンとシャシーがあれば、深夜の高速をぐいぐい走っても、必死さが出ないのでいいですね。BMW の方は2倍のスピードで走れるけど、同じく2倍のスピードで、乗り手も消耗していく感じだったから、上位グレードのエンジンになるとどう変わっていくのかは未知数だが、日本で高速飛ばすならこれがちょうどいいよな。上位エンジンのスペックだけでも見ていきましょう。というわけで870万の、自然吸気の 4.2 リッター V8、304馬力に421ニュートン。50キロ重くなるけど、テスラのモデル3の FR モデルに勝てそうですね。次に995万の最上位の SV8、4.2 リッター V8 にスーパーチャージャーが付きます。416馬力に560ニュートン。リアタイヤは285幅になるようです。もちろん全部 FR です。ここまで来るとまるっきり世界が変わりそうですね。FR で400馬力オーバーは過剰だと思うので、私は中間が気になります。低価格のエントリー、どう猛な最上位、相対的にバランスが良い中間グレード、うまい設定だな。他車なら2リッターの直四を置くところに、自然吸気の3リッター V6 を持ってくる。これがジャガーらしさですか。素晴らしいですね。エンジンについては上位グレードを進める感じになっちゃったけど、当時は新車650万でこの内装、ウッドと艶消しメッキの使い方、感動する車内空間です。2列目も狭くないし座面はふかふかに設定され、高級セダンとしての完成度、乗り終わってから時間が経てば経つほど、あれはいい車だったなぁと思うような、そんな感慨深い一台でした。エンジン、言うほど悪いか？むしろアホみたいにベタ踏みしても、危ないような加速力は出ないので、万人向けでいいかもですね。ちょっとホーンを鳴らしてみます。お次はハンドリングに関するレポートなのですが、これはちょっと不満を感じました。エンジンはせっかくのフロントミッドに配置されているのに、全く警戒感がないんですよね。開発陣の意向として、スポーティーには行きたくないんだろうなと思います。軽快に曲がっていくというよりは、どっしりと構えてじわーっと向きを変えていく。センター付近は軽いけど、回していくと重さが出てくる。安定した状態で、タイヤグリップを四輪で感じながら、もっさりじわーっと曲がり出す。旋回性が悪いとかアンダーだとか、そういうわけではないんですが、ハンドリングそのものに、あまり楽しみがある感じではないですね。ゆったりと快適に走ることをコンセプトとして、XF はこういう方向性で仕上げたんでしょう。
本当はこのまま首都高を走っていきたいのですが、もうガソリンがないのよ。マジでなくて草。残量警告灯がついちゃったよ。最後にブレーキについて、ドカンと来ることはないのですが、踏んでいくとがっつりと車速を削ってくれます。表向きには主張しないけど、しっかりといいものを入れている。これがイギリスの美学ですかね。6気筒らしさはないが迫力ある音だ。さて、今カーナビの設定をしているのですが、操作性クソすぎませんかね。画面自体が小さいし、奥まったところにあるせいで端っこは指が届かないんですよ。いろいろ並んでいるけど、目的地設定はどれだ？それはマーク地点のボタンだな。それはナビメニューだな。そもそもボタンが小さすぎて正確にタップできねえ。2008年発売の車なんて、まあこんなもんですよね。主に画面が小さいせいで、正直ナビとしてはクッソ使いづらいですね。この日本仕様のナビシステム、もしかして OEM なんでしょうか。マイナー車である割にまとも、というか拡大縮小ボタンが押しづらいんだわ。ざっと位置関係を見たい時にも狙った通りに動かねえし、これマジでどうしようもねえ。ちなみにハザード脇の電源ボタンを押すと、画面はご覧のように変わります。低画質な時計ですが、内装の作りにマッチしていますね。東京湾アクアラインを走っている最中で、チカチカしているのは申し訳ないぜ。そういえば東京湾アクアラインに行くだけなのに、道を間違えたんですよね。ナビなんかいらねえわと思ったら、なんか別の首都高に乗ってたようです。というわけで羽田空港の南端を走っています。飛行機が真横に見えて、流れも良くていい道ですね。家を出る際に遅刻するし、海ほたるへの行きは道を間違えるし、帰りは燃料が切れかけるし。ぐだりまくったせいで時間もなくなって、この日は1台しか乗れませんでしたね。ちなみに車体サイズの割にはやけに運転が楽で、全く大柄な車だとは感じません。体感的には教習車のカローラと、あんまり変わらないです。残念というかおかしなポイントがあって、バックビューモニターがないんですよね。パーキングソナーは搭載しており、車幅感覚もつかみやすいので駐車には苦労しないですが。あさりそば、これ3年くらい気になってたんですよね。人生の中のやりたかったことを3つ同時に叶えられたので、いい経験になりました。というかここ狭いな。前後に 4.9 メートルあるわけだからな。実はサイズ的にはアルファードと、そんなに変わらないんだぜ。数値を調べて比較して、自分でも驚いてますわ。駐車マスは縦列駐車になっていて、三角コーンを一旦どかせば、多分頭から入れるんですよね。でも縦列駐車なんて、記憶が正しければ免許取ってからやった記憶ないんですよ。おいおい大丈夫かよ。ちなみに教習所の試験は、縦列駐車か車庫入れ U ターンのうち、どっちかをランダムでやるタイプでした。私のは車庫入れ U ターンでした。縦列駐車なしで、免許の実技試験に合格しております。右後ろを気遣ってたら、左後ろに立ってるコーンにスレスレになっちまったわ。これはまだ慣れれば普通に乗れるけど、いやどんなサイズでも慣れれば普通に乗れるものなのですが、車の車体サイズが過剰にでかいと、こういうところで無駄に苦戦する羽目になるんですよ。そういえばイケアの駐車場に家具を買いに行った時に、ランドクルーザープラドが完全に引っかかってたことがあったな。ふう収まった。そうやって気が緩んで、右フロントをぶつけないようにね。前後が約5メートルって相当でかいと思うんですけど、そんなのが普通に街を走ってるのは驚き。もう収まっただろうけど、丁寧に止めておこうかな。初期型のジャガー XF、乗れるうちに乗っておいて正解でした。3時間で1万円くらいかかるし、最低8000円からしか利用できないけど、借りられるだけ感謝しなきゃですね。次の動画は BMW の1シリーズです。正反対の硬派な車になります。それでは、ご視聴ありがとうございました。